が地震と災害の備えについて、孤立可能性集落の通信手段確保についてであります災害時の孤立可能性集落への対応としては、固定電話、携帯電話が使えない場合は、職員、消防団によるパトロールを行いますが、その中で m c m 線、防災簡易無線え、さらに消防無線、デジタル化に伴い、新たに配備する。 消防無線、消防団用無線を最大限活用してまいりたいと考えております以上でございますじゃあ、その最大限活用するというね、MCA 無線とあの簡易無線、どのように運用するのか、この,効率可能あの通信手段のない孤、ね、立可能性集落に、どこの無線機をどうやって持っていくのか、それをちゃんと具体的に示してください。お答えいたします MCA 無線につきましては、防災無線として活用されておりますので、今までどおり防災の主体で運用されています。消防無線につきましては、消防のデジタル無線に伴いまして消防活動、消防団の活動用として配備しているものでございますので、これらを合わせて、適時適切に活用をしてまいりたいと思います。 適時適切っていうのはね、無計画っていうことですよ、人の命かかってるんですよ、どう考えてるんですか、それで、ね、アマチュア無線をね、ちゃんと活用していくっていうことを検討していくというのは、防災計画に修正しているはずですよね、この今後の展望はどうなっているんですか。お答えいたします。ア、えー、アマチュア無線化とのの提ににつきましては従来より総合防災訓練の開催時に 協力をいただいているところでございますが、今後も市内のアマチュア無線クラブと協議をさらに進めていきまして、えー、連携を深めてまいりたいと思いまますす以上でございますじゃあ、その訓練はね、孤立可能性集落の中でやってるんですが、孤立可能性集落の中に今、どのぐらいアマチュア無線会あのか、じゃ教えてください、それからそれがないとすれば、要請をねしていかなければいけないと思う、これについてどう考えるんですか。えー 訓練に関しましては中山間地におきます防災訓練として土砂災害を想定した訓練に参加をいただく中で会場としては現在のところ大川地区を想定しております会場につきましては無線の対応につきましては柳原地区で本会場としますのでそちらの方で無線を 訓練に参加していただくことになっております。あと、えー、無線の保有につきましては現在のところ資料ございませんので実際どのような状態になっておるのか、えー、理解していないところでございます。これらにつきましては今後協議の中でまた調整をしてまいりたいと思います。小泉和馬議員。 お答えします。えー、答弁もれございまして申し訳ございません。協、え、議、ー、をこれから、えー、市のアマチュア無線クラブとさせていただきます。その中で行政も含めて、えー、実施をしていきたいと思います。うん、今ね初めてね前向きな言葉あのクラブと協議していくという言葉がありました。しっかり進めていただきたいと思います。 あの救急車呼べないんですよ、孤立したら、どうするんかってことです、お願いします。